キースケットは量子コンピュータ用のオープンソースのフレームワークである。量子回路を作成し、プロトタイプの量子デバイスやシミュレーション上で実行するためのツールを提供する。量子チューニングマシンの量子回路に対応しており、これに従う量子ハードウェアに使用することができる。キースケットはクラウド量子コンピューターサービスのソフトウェア開発を 実現するために IBM リサーチによって作成された。学術機関等の外部の支援者からもコントリビューションが行われている。キースケットの正式バージョンでは Python プログラミング言語を利用する。Swift と JavaScript で記述することも可能。これらは o p ン n c a s m 表記に基づいて量子プログラムを記述することになる。量子コンピューターに使用されるサンプルとして 様々なジュピターノートブックスが提供されている。キースケットはオパンキャザムの機械語水準と量子コンピューターの専門知識を持たないエンドユーザーに適した中小水準の両方で量子ソフトウェアを開発する機能を提供する。これらの機能は下記のコンポーネントによって提供されている。キースケットテラは量子機械語水準か それに近い量子回路を作成するツールを提供する。量子ハードウェアで実行される量子ゲートを明示的に構築することができる。また、特定のデバイス用に量子回路を最適化するツール、ジョブの管理、リモートの量子デバイスにアクセスしシミュレートするツールが含まれる。キースケットテラの例は次のようになる。ベル状態を作成するために必要な量子ゲートを含む。 二つの量子ビットを作成する量子回路である。量子回路は各量子ビットからビットを抽出する量子測定を行って終了する。from keyskit import ク e ンテムレジスター、クラセクルレジスター。from keyskit import クワンテムサーケットエアー、air,execut.q イコールクアンテムレジスター。c イコールクラセクルレジスター。qc イコールクアンテムサーケット。 QCH, QCCX, QCMajor。作成した量子回路はバックエンドで実行できる。次の例ではローカルのシミュレーターを使用する。バケンドイコールウェア、ゲットバケンド。ジョブ、シムイコールエクセクト。シム、リザルトイコールジョブ。シム、リザルト。プリント。最後のプリント関数がバックエンドの返した結果を表示する。 結果は量子回路の複数の実行結果から取得したビット文字列を表示する Python の辞書型となっている。今回使用した量子回路ではビット列00と11が唯一の結果であり同じ確率で発生するはずだ。したがって通常の結果は00、519、11、505などの2つのサンプルがほぼ等しく分割される。 キースケットテラを利用する量子ハードウェアで行われた実験は量子誤り訂正、エンタングルメントの生成、均衡とは程遠いダイナミクスのシミュレーションといった分野の多くの研究論文で使用される。キースケットアクアはユーザー自身が量子プログラミングを行うことなく使用できるツールを提供する。現在、科学、AI、最適化、金融の分野がサポートされる。 ユーザーが問題を与え、その分野で標準的なを使用して定義された結果を受け取ることができる。対応する量子アルゴリズムがキースケットアクアには実装されている。短期的に見て量子ソフトウェアの開発は小さい量子デバイスのシミュレーションに使用される。キースケットではこれをエアーコンポーネントが提供する。ユーザーのデバイスでローカルに実行されるシミュレーターと クラウドを通じて利用可能な HPC が提供される。また、ノイズの影響を再現することもできる。イグニスは短期的なデバイスのノイズ特性のツールを含むコンポーネントであり、ノイズ影響下での計算を可能にする。これには、デバイスのベンチマーク、エラーの軽減、エラー修正のためのツールが含まれる。ありがとうございます。